く晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まずはタイガースの先発青柳が甲子園のマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。さてバッターの坂口、どういうバッターなんでしょうか。2球目打ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている青木。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは青柳、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。初球わずかに外れてボール。次が2球目、インコース決まりました。さあ3球目は何か。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。思いましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。バッターボックスは3番山田。ツーアウトになっています。さあまず1球目、ここは初球を見ていきました。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。次が3球目、低め落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあタイガース先制のピンチです。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあこういった場面に強いピッチャーですからね、ここも期待はできると思いますね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょう。3球目打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。スワローズ1点を先制しました。1対0タイガース、なおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。
さあそして打席には雄平が入っています。さあなおもピンチの場面。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。ああやはりそうですか。打ちました、痛烈、一二塁間を破る、ホームに送球する、これで3連打、ツーアウトランナー三塁一塁。ここは取られたくないですね。さあこの場面で打席には6番の村上が入っています。見送ってまずはストライクです。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ランナーここはスタート切りません。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。1対0スワローズ先制です。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の小川。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。近本が打席に入ります。さあスワローズはエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ファウルになります。2球目打ちました。太田が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている糸原。小川まずは先頭バッターを打ち取っています。バッター弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス糸井、ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。初球空振りです。緩いボールを持ってきました。ファウルになります。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0スワローズが1点をリードしています。2回になります。7番から始まるスワローズの攻撃、バッターは中村。タイガース1点ビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ自分でも今の状態はね、分かってると思うんですよね。まあここからバッテリーがどう、初球打ち、打球はレフトへ、レフトが取りました。ワンアウトです。打席には8番バッター太田、まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。ファウルになります。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。
ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。ボールになります。引っ張った。これはどうだ。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあバントでいい場面ですね。はい、さあ送ってくるか。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。打ちました、流しました。この当たりはどうか。ヒットになった。タイガースピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面で、されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける、ホームに送球。タイガースさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。さあそして打席には山田が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。初球から打っていった。頭上を越えた。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。スワローズ追加点、3対0。タイガースさらに三塁二塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここで離されたくないですからね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行できたいですね。その警戒すべきバレンティンが打席に入っています。これが2球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。まあここは臭いところも手を出す可能性もある。インサイド、センターへ打球伸びる。近本が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ2点を追加しています。3対0。ヤクルトスワローズのリード広がっています。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。大山が打席に入ります。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も。高めのボール、この打球はファウルグラウンドへ切れていきます。ファウル。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。山田抑えてワンアウト。バッターは5番福留小川。まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、空振りです。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。インコース変化球決まりません。引っ
めきました。2ボール2ストライクです。さあ仕留められるか。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックスには6番マルケ。ツーアウトランナーありません。打った。レフトに大きな打球。これはどうか。レフト深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー二塁。これが1球目。初球ボール。さあ2球目は何か。引っ張った。サード取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ライ終了3対0。ヤクルトスワローズがリードしています。里崎さん、序盤での3点差、このあたりどのようにご覧になりますか？まあこれ以上点取られると正直きついですよね。ここでどこまで踏ん張れるかですね。はい、ピッチャー踏ん張れるか我慢のしどころです。低めはボール。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには6番村上。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。7番バッター中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。これは内へ外れます。打球はセンターへ。最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。3回の裏追いかけるタイガースの攻撃。バッターは木浪。タイガースビハインドで迎える3回の攻撃です。初球はストレートから入りました。2球目は何で来るか。ファウルになります。高めのボール。センターへ打球伸びる。青木抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の青柳が打席に入ります。まあ当然ですけど、出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。初球ボール。
低め空振り。ファウルになります。さあ4球目は何か。緩いボールできました。平行カウント、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ライト掴んで2アウト。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。高め空振りです。これが2球目。よく見ています。外へのボールは入りません。ボールになります。打ちました。取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。バッターボックスは8番太田。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはショートライナー。ピッチャーに打順が回って、先発の小川がバッターボックスに入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。引っ張った、高いバウンド取りました。一塁送球アウト、2アウト。打順は1番に返ります。バッター坂口。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。インローボール。いいところへ決まります。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。外れましたけど、いいボールでしたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。打ちました。これはどうだ。木浪一塁送球します。アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。日産相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、とにかくここからですよね。チャンスを作って1点でも取ってほしいですね。そうですね、まずは1点という、そんな戦いです。さあ2球目は何か。
打ちました。サードゴロ、ファウルになります。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは3番糸井。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。これはどうか。小川、ツーアウトになりました。打順は4番大山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。空振り。次が2球目、引っ張った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。これが初球、変化球を見極めます。インサイド落ちました。これはどうだ。セカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。1点返しました、タイガース。センター前のタイムリーヒット。3対1、タイガース2点差に詰め寄っています。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。6番バッター、マルテ。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。インコース詰まりました。ライン際ですが、ここは打ち上げています。坂口が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。4回終了3対1、タイガースが追い上げを見せています。里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそうですね、当然この後の継投のことを考えてるでしょうね。はい、ベンチはどこで継投策投じてくるんでしょうか。胸元へ持ってきました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。センターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。このキャッチャーは送球がうまいんで。打ちました。セカンド取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは4番バレンティン。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。今日の先発ピッチャーはタイガースが青柳、そしてスワローズが小川、この2人の投げ合いとなっています。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。はい、次が4球目、打ちました。伸びていく、どうだ。入れば貴重な、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。さあこれで決まるのか。
これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。3対1、ヤクルトスワローズがリードしています。5回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、梅野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガースビハインドで迎える5回の攻撃です。サニシさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。打ちました、山田。アウト、ワンアウト。バッターボックス木浪、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。高め外れてボール。これが3球目、ファウルになります。打ちました、取った、一塁へ送ります。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。そしてバッターはピッチャーの青柳。ここは送りバントでいくでしょうね。はい、さあ送ってくるか。送ります、ファウルになりました。こういうバントはきっちり決めたいですね。そうですね。ここはバントを警戒、バントしました、打ち上げてしまいました。取りました、送りバントは失敗です。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。2球目は何で来るか。打ちました、山田。一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5回終わって3対1、ヤクルトスワローズがリードしています。ここまでのハイライトです。まずは初回、先制のランナーを置いて4番バレンティン、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース先制点を奪われます。2回の表、2アウトフルベース、3番山田、その初球をしっかり弾き返します。タイガース2点を追加されます。裏の攻撃、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。詰め寄ることができません。4回の裏、2アウトで2塁にランナーを置いて5番福留、右中間へのタイムリーヒット、タイガース1点を返します。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックスは5番雄平。先ほどの打席は高めのボール打ちました、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。バッターボックスは6番村上。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。青柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。ノーボールツーストライク。打ちました、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。
バッターボックスは7番中村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。引っ張った、これはサードライナー。この回スワローズ三者凡退です。3対1ヤクルトスワローズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のゲレーロ。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。引っ張った、ライトに上がった、ここはフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス糸井、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク、2球目決まっています。落ちる球できました。外外れてボール、切りました。ファールボールです。ボールカウントは2ボール2ストライクです。打ちました村上、アウト、2アウト。バッターボックスには4番大山。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。打ちました、セカンドゴロ。セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了3対1ヤクルトスワローズがリードしています。これから7回スワローズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。川原がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場、これから7回スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の川端。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあもう少しリードできるといいですけどね。そうですね、この起用に応えたい。緩いボール決まりました。外低めのボール、あっという間に2ストライクです。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の小川がバッターボックスです。まあやはり好投しているんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。見送っています、ボール。打ちました、木浪。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。
ツーアウトランナーありません。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。3対1ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンタイガースの攻撃に入ります。7回の裏スワローズに選手の交代がありました。西さん、やはりなかなか相手エースを攻略しきれませんね。まあここまでね抑え込まれてますけれども、これからチャンスを作りたいですね。そうですよね。一球一打に集中してほしいと思います。今のはよく我慢しましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。次が3球目。引っ張った。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターボックスマルテ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。これが2球目。見送っています。ノーボール2ストライクです。チェンジアップ外れました。インコース、これは外れます。さあ5球目は何か。低めの変化球は外れました。フルカウントです。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど、そうですか。まあ、ここは際どいところも打っていきますが。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。梅野、これが今日の初ヒット。ワンアウト三塁二塁。バッターボックスには代打の北条。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。さあ西さん、ここでまずは同点に持ち込みたいですね。まあせっかくね形作りましたからね、まず追いつきたいですよ。そうですね、この起用に応えたい。改めてお聞きしますが、この北条どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。ああなるほど。
ここは内野は前進守備ですね。まあ、バックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようです。3球目は何で来るか。振り遅れてますね。そうですね。ファウルボールです。外の球打った、ファーストの右抜けた、同点のランナーが三塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガース追いつきました。3対3、振り出しに戻りました。ご覧いただきましょう。この一振りで同点に持ち込みました。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。バッターボックスには代打の上本。タイガースこの回同点に成功、攻撃は続いています。当然ここは一塁ランナーを警戒します。そうですね、こういう場面で積極的に行ってほしいですね。まあ彼のクイックは速いですから、走るならそれも計算に入れておかないといけない。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでアウトを増やさずに一打勝ち越しのチャンスになりましたね。ジャストミート、いいところに上がった、落ちた、ヒットになる、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース勝ち越しました。4対3、リードを奪いました。期待を裏切らないこの場面で勝ち越しに成功しました。ここで勝ち越しに成功、このまま流れを保っていけるんでしょうか。スワローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の中尾。さあ、そしてバッターボックスには近本が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、繋いでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。西さん、この近本、左ピッチャー、外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球する、センター前ヒット、これで4連打。タイガースとしては何としても点を取りたい場面です。まあそうですね、まず確実に1点欲しいですよね。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。スワローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の五十嵐。さあ、そして打席にはゲレーロ入っています。さあ、チャンスが続きます。まあこの流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど、しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。5対3、さらにリードを広げます。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。ここで畳みかけたいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には3番の糸井が入っています。際どいコース見送っています。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。ここは前進守備ですね。まあ、しっかり捉えた。さあ、面白い当たりになった。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。糸井きっちりと犠牲フライを打ちました。リードを3点に広げました。ご覧いただきましょう。終盤この場面で犠牲フライ、得点を入れています。
犠牲フライによる追加点が入っています。きっちりフライ打ってきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の大山が入っています。初球打った、抜けた、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点、7対3。さらにチャンスは続きます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあそうですね、勢いがありますよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点となりそうです。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のマクガフ。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の福留が打ちました。取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。7回終わって7対3、タイガースが追い上げ逆転しました。これから8回スワローズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。ウィリアムズ、3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターボックス青木、前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。タイガースリードで迎える8回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。とにかく点をやらない粘りのピッチングが求められますね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。打ちました、これはショートライナー。バッターは3番山田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。引っ張った、サード取った、これはサードのエラーです。ワンアウトランナー一塁です。記録はエラーということになりました。西さん、このエラーどうご覧になりますか。ここはね、しっかり守りたいですよ。枠いっぱいに決めてきました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。なるほど。さあどう来るか。さあ勝負してくるのか。低め見送っています。打ちました、ショート取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。7対3、タイガースがリードしています。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターは6番マルテ。前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガースリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。これが3球目、胸元へ決めてきました、ストライクです。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックス梅野、
先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って8回から登板のウィリアムス、そのまま打席に入ります。まあ次の回も頼むぞということですね。そうですね。インサイド変化球決まっています。大きく外れました。スライダーが決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。スリーアウト、チェンジ。この回タイガース三者凡退です。8回終わって7対3、タイガースがリードしています。里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャー。打った大きな打球になった。ライトバックバックバックする。ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か。まず最初のボールを決めていきました。さあ2球目は何か。低め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。改めてお聞きします、この大引きどういったタイプのバッターでしょうか。まあ、逆方向にも速くて強い打球を飛ばせる中距離バッターですね。なるほど、そうですか。いい当たり、これは大きな打球。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー三塁となりました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここ初球打ち、ショートの右、一塁へ。サードランナーホームイン。思わぬ形での得点、ショートのエラーで得点が入りました。タイガース、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のドリス。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターは川端。一応エンドランも警戒しておくべきでしょうね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ3球目は何か。打者の内角をえぐるような投球でした。これはどうか。取った。二塁は無理。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の田代。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。
初球打っていった、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン。スワローズ1点返しました。7対5、タイガースこれ以上の追い上げを許すわけにはいきません。ここで代打にタイムリーを打たれてしまいました。点差が縮まります。まあもう気持ち的に切り替えていくしかないでしょうね。ここで2点差まで詰め寄られました。打順はトップに帰って坂口。タイガース最終回で点差を縮められています。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。最後追い上げられましたが守りきりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。